どうも、赤松赤崎瀬尾赤松と申します。ポンということで、はい、内田の小槌さんです、うん、共同じゃないですか。共同です、うん、今共同は二郎系が熱いです。どんどん紹介していきますよ。もしかしたらかっこいいな。そうなんですよ。これ小田急線の、共同駅の方に言うんでね、入り口がですね奥にあるんですね。小道の奥にある、うん、今の奥ですね。で、あのラーメンリクの店長さんがなんとこちら側になるほど来て、はいはい、作ったというお店でして、でですね、店長さん的には、うん、あの二郎系ですという風に考えて出したお店じゃないんですね、実は。これラーメンリクさんもだと思うんだけど、はい、ところがやっぱりお客さんは二郎系がいいなっていうので、うんうん、寄せてることになっちゃったらしいです、結局は。ニーズに応えてくるか。まあそうですね、メニューがラーメン、味噌ラーメン、つけ麺とあるんですけども、味噌ラーメンは現在、まだ未発売の模様、開発中のような感じらしいですね。ちょっと売り切れになった。なるほど。そう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 。ファイファンセブンのリメイクみたいなことですね。いや長い、めちゃくちゃ長くなっちゃうけど、それだとね、私はラーメンの大盛りを、選択しておりますということでね、はい、どんな一杯になるんでしょうか。になりますね。こちらです、ラーメン大盛りの麺硬野菜多めの油多め味濃いめ豚のせというのをやってるんですけども、食券にですね、まあ、丸書くんですね、はいはいはい、でマシマシっていう項目はないんですけども、まあ、行ったらやってくれる可能性もありますんで、はい、でですね、このようなデフォルトで紅生姜つくねが入ります。焼き印もついてる。焼き印が入ってる。小槌の焼き印が入ってる。手込んでるな、すごい。そして玉ねぎもデフォルトで入るんで、いいな、まあ、苦手な方はね申告してください。そこはね、食べていきましょう。また合掌です。豚ちゃんです、うん、やっぱり陸系といったらですね、この小ぶりでトロトロ豚なんですよ、うんうん、これが大人気なんですが、私は今回やらかしておりまして、パイカというトッピングがあるんですね、はあ、豚バラの軟骨の煮込みなんだけど、これが超絶人気ということなんですけども、はいはい、これを今回頼み忘れております。すみませんでした、ね、さあステップいきましょう。これ実は油の凍る液体油なんですけども、ね、こうやってあの塊油って言えばあの塊にもしてくれるらしいです。うまいです。めちゃくちゃスープうまい。味濃いめで選択したんですけども、すさまじい濃さでして、うん、まあ、ぶっ飛びたい方はぜひということでね本当に行ってみてください、濃いめでね。さあ、シャキ野菜いきますよ。これね、頂上にもちろんオニオンも乗ってるんで、うんうん、シャキ具合がもうどんどんもうあの加速してるんですね。 SL みたいにどんどん SL のようにデゴ1デゴ1のようにそれ早いよ。早いですよ。どんどん加速してますからね。激濃いスープ浸して食べるとうまいですね、野菜さんね。ノーマークライ、ノーマークライね、デゴ1ね、麺ですね、三河製麺所金星、並250、大盛り350、特はなんと400以上指定可能ということで、うん、あらま、はい、まあ、ちょっとお昼だったんで僕ね、ひよって大盛りにしちゃいました、すいません。まあまあまあ、ひよって大盛りなんですね。ひよって大盛りです、はい、基準がもう高いから二郎系の麺よりやや細いんですね、四角麺で、丸麺、四角麺ね。そう、四角麺。ところが中華そばよりもちょっとごわつきのあるゾバゾバいける麺なんですね。ゾバゾバ、ツルツル感ではなくゾバゾバ系です。はい、さあそしてお待ちかねの紅生姜つくねですね。これなんとですね、うん、あのうちでの小槌完全オリジナルで、ラーメンリグの方ではこういったものはないんですね。あ、そうなんですね。と思います。はい、確かなかった、なかったはずです。なかったはずです。あ、さっぱりとして、食べることができるんですね。そしてニンニクはこれね、朝お店でこう刻んでらっしゃるニンニクでして、はい、ラーメンリグの本店、それから小山台、どっちもニンニクはセルフなんですね。ラーメンリグっぽいよ、これがね。ではニンニクを入れることによって結局は二郎系っぽくなるんで、うんうん、まあまあまあ最初から入れちゃうとうちでの小槌らしさがちょっと分かんないんで、やっぱり途中で入れてほしいなというのはあります。徐々にね、途中でね振ってほしいですね、うちでの小槌ね。おっ、大きくなっちゃうかもね。ねえ、ほらね、言ってるけどね、森は誰だ。そうそうそう、僕はレベルは4。おっ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 と、鳩みたいな気がしましたが返しよりスープの方が濃いんじゃないかっていう。あ、そうなんです。スープにしょっぱレベルあったら5を入れたい。でも返しは4でした。はい、味わいとしてはね、こう口に入れた瞬間ふわーっと旨味がねこう口全体に広がっていくようなテイストなんですね、うん、返し、うん、単体としてはですね、うん、まあ、なのでそこらあたりはちょっとこう調節はしていただきたいということで、うん、まあそれするか、言われなくても、まあまあね、まあ、そうさあここで席情報です。ここで、はい、
今回ここ奥のね、うん、テーブル席利用させてますけども、ここが声かけるまではなんと使ってなかったらしいです、ここ。へー。でもちょっとこう使わせていただいて今回個室のようにさせていただいてると、うん、あ、そうなんだ。で全席で合わせるとまあ30人ほどあるんですけど、結構あれですね。そうそうそう、広いのよ、間隔空けて営業中です。っそっちも見たかったけどな。あ、いかがですか。すいません、カウンターがあるんです。なるほど。ファイナル豚ですね、美味しそうですね、届けててね。そうなんですよ。あ、まあ、別角度そうそう、別からね、パイカも食べたくて、ネハン、ネハン顔。ネハンだとまあこれ頭をこう、あ、まあそうだ、ネハン、ネハン顔。合唱です。さあ、マシマシレベルは 88.7。 母なるじゃないですか。母なるです。多いな、最近。最近、前回も 88.7 ですね。確かね、母なる。ご情報があります、ここでまた。お、ご情報、ご情報、ミニ情報。これね、言っときたかったんですよ。はい。あの、この場所ね、実はこの前もラーメン屋さんだったんだけど、うん、ろ過公園っていう場所に、ろ過公園、ろ過公園、京王線です、うん、京王線ろ過公園ってことですね。アイバンラーメンというラーメン屋さんがあったんですよ、うん、これ何かっていうと、うん、あまりにもラーメンが好きすぎて、うん、あの外国からやってきた海外の方が独学で開いたという、で確かね、蜂蜜かなんかをちょっと使った伝説のラーメンがあったんですよ、ろ過公園。その2店舗目が実はここにあったんですよ。へぇ、なるほど。そう、でも行ったことはなくて閉店しちゃったと思ってたところにこのうちの小津さんができたから。ちょっと待ってくれ、はい、アイバンラーメンの情報いるか。いや、だから行ったか。違う、これ伝説の跡地を引き継いだという意味で。あ、伝説。伝説の跡地を。今なんかね、はい、一旦食えなくなったけどまた食えるようになったんですよかなって。あ、違います、全く違う店舗、ね、いや、全く違う店舗。でもアイバン・オーキンさんっていうんだけど、うん、その人はもうアメリカ行って、うん、師匠と会う人もいるぐらい。あ、アイバンさん、ラーメンといえばアイバンみたいになってる方の跡地にできた、うん、伝説の、あ、まあ、その場所に思い出あるラーメン好きなのかな。京都のパチンコ屋が昔、はい、池田屋事件の池田屋だったよみたいなことですか。そうなの。もう池田屋、はい、すげえ、ちょっと パチ屋になってます。あ、そうなの。あ、そういうことよ。そういうことですか。じゃあ、うん、本当に関係ないですね、その情報。いや、でもちょっとなんかゆかりがあるとね、伝説の場所にあるうちでのことさ。なるほどね。皆さんもぜひ行ってみてほしいな。共同ごち、thank you.